ンポン。エプリオバケツ、エプリオバケツ、エプリオバケツ。なんの意識？あ、これ見てあかりちゃん。だから私は何を見せられてるか聞いてんだよ。実は今幻の生物セアナを捕まえようとしてるんです。セアナ？何それ？なんかピンクのスライムみたいな形した生物なんですけど。へえ。どうやらエビフライとバケツで捕まえるのがセオリーらしいです。そいつ揚げ物好むの？そういうわけで今日はスライム捕獲一級の方に来ていただきました。スクエニ FF さんです。どうも。ドラクエじゃねえのかよ。今日の朝食。無事スライム。だいぶ兵器強そう。今日の獲物は。実はセヤナーを捕まえたくて。あれね。そうですそうです。セヤナーセヤナー。セヤナーセヤナー。あはははは。セヤナー。セヤナー。あはははは。おい知らなせんじゃねえか。人選間違ってんだろ。ふむ。我スライム捕獲のプロぞ。必ずやセヤナーを捕まえる。さて。捕獲方法は。それをあなたに聞きたかったんですが。なに？バケツとエビフライで捕まえるのがセオリー。バケツとエビフライで捕まえるのがセオリーです。さも自分の知識だったかのような振る舞いやめろ。ふふ、我プロぞ。餌と使う道具さえわかれば、あとは経験から最適なトラップを作り込むことができるのさ。お行くぜ。目立ち方がトラップのそれじゃねえ。あと多分バケツ逆だよ。こんなのバカしくかかんねえだろうな。うん。すみませんすみません。たく早くいい感じにトラップを直すで。おお、エビフライやん。あ、バカだ。で、結局セヤナーって何だったんや？うん、ロマン。そういうカテゴリーのものなの？おい、誰やバケツ置いたの？あ、バカだ。やいやお前、ほら、セヤナー